daughter you want, she said she on Southside. Who's back, but you know I don't really go outside. When the best will come, we don't give thanks, cause it's about time. Yeah, spend all my time in the woods, in the hills, in the alpines. Cause I ain't trust what you're doing is real. In time, you will show me things for now. Starting to question what all this really about. みなさんこんにちは。Cカフェ福岡へようこそ。今回は福岡にある美味しいチーズケーキ専門店を5店舗ご紹介します。まずはじめに訪れたのはカシーにあるスピカクラシックケーキ。余計なものは入れず無添加で作られているクラシカルケーキのお店です。8種類のケーキに季節ごとに厳選されたチーズケーキや焼き菓子もあります。そして一番人気はこの生レモンケーキ、めちゃくちゃ美味しそうです。もちろん食べてみようと思います。チーズケーキはカットだけではなくてバーで購入も可能です。イートインスペースもありましたが、今回はお家で食べたいと思います。ケーキは気になるものを4種類購入しました。そしてケーキはオーダーもできるみたいです。めちゃめちゃ素敵なケーキですね。購入したのはこちらのチーズケーキとチョコレートケーキ、そして季節限定のマロンチーズケーキ、そして生レモンケーキを購入しました。マロンチーズケーキは下に栗がゴロッと入っていて、チーズケーキなんですけどマロンの味がしっかり伝わってきました。チョコはもう本当に濃厚でしっとり感が一番ありました。紅茶と一緒にいただいています。はい、で一番好きだったのはやっぱりこの生レモンケーキですね。ケーキがアーモンドの香りがして、例えるとアーモンドフィリングのような感じでした。無添加なのでお子さんにも安心して食べられる優しいチーズケーキ、オンラインでも販売しているので、ぜひクラシックなケーキを堪能してみてください。はい、こちらもカシーにあるチーズケーキ屋さん、スターチーズです。ここは食べるのではなく飲むチーズケーキ屋さんになります。2021年10月にオープンしたお店なんですけど、すでに人気のお店です。スターチーズは一つだけ願い事が叶うという言い聞かせがある人手をモチーフにした素敵なコンセプトのお店です。お店の前にはイートインスペースもあります。ただちょっと外にはなりますね。私が注文したのはスターチーズ。オレオの方も美味しそうだったんですけど、こちらがお店の一番人気ということで注文しました。いただきたいと思います。普通にドリンクでした。チーズケーキだからといって、あまりずっしりした感じはありませんでした。飲んでみると、一口飲んだ瞬間は本当にチーズケーキって感じなんですけど、後からヨーグルトのような濃厚な風味が伝わってきました。ザクザクしたクッキーが下にあって、一緒に飲むととても美味しかったです。くどいような味はなくて、本当に飲めるようにすっきりとしたドリンクなので、簡単にチーズケーキを味わえて、とても新しいドリンクでした。
次にご紹介するお店はもう福岡で一番人気なチーズケーキ専門店と言っても過言ではないカカ桜坂店です。ここはとにかくケーキの素材にこだわったお店でチーズケーキの種類がとても豊富です。ここにあるの全部チーズケーキです。そして見てください、桜坂店のイートインスペースはこんな感じでとても広い作りになっています。そして今回は桜坂店舗限定のチーズケーキスパイスチーズケーキをいただきたいと思います。ドリンクも一緒に注文しました。注文したケーキが来ました。最終仕上げは運ばれてから行われます。見ていてください、バーナーで砂糖を焦がしてくれます。目の前でブリュレになっていくのを初めて見たのでとても興奮しました。出来たてをいただきたいと思います。ドリンクは普通のドリンクでした。見てください、このパリパリ感、スパイシーな味がすぐ口の中に広がってとても大人なチーズケーキでした。甘さを消さないくらいのスパイシーさなので、まあ、好き嫌いはあると思うんですけど個人的にはとても好きな味でした。今までに食べたことのない味なのでとても新鮮でした。こちらのカカは大名の方にもあって王道のチーズケーキやオレオ、抹茶などの定番チーズケーキもありますのでぜひ一度味わってみてください。ここはベフ駅から徒歩3分のところにあるチーズケーキレモン。こちらのお店は九州の素材にこだわった福岡のチーズケーキ専門店です。午前中に行くことができたのでたくさんチーズケーキが並んでいました。季節限定のケーキもあります。と一緒に自家製レモンスカッシュも注文しました。で、特に驚いたのはこの滑らかさ。表面はこんがり焼けていて中がこの滑らかさというギャップにとても驚きました。口の中でとろける食感が本当にたまらなかったです。味は濃厚なんですけどくどくなくて後味がすっきりとしていました。福岡の素材にこだわっている福岡でしか食べることのできないチーズケーキ、気になるケーキのある方は、ぜひね午前中のうちに行くことをおすすめします。こちらの自家製レモンスカッシュも美味しかったです。はい、そしてこちらが最後のお店になります。西陣にあるチーズ&糸。こちらのチーズケーキはヒルナンデスでも紹介された今話題のチーズケーキ専門店。糸島産の牛乳と卵を使用しており、保存料や着色料は使用していないので安心して食べることができます。味の種類も豊富でラムレーズンやイチジクなど気になるものがたくさんありました。はい、早速いただきたいと思います。この瓶がめちゃめちゃ可愛くて結構やっぱりお土産として買われるお客さんが多いみたいです。
人気ナンバーワンの生クリーム、上に生クリームが乗っています。そしてこちらはスタッフさんおすすめのイチジクを購入しました。もうすくった時点でとても滑らかだなっていう感じが伝わってきます。そしてすぐにとろけてしまう感じのチーズケーキでした。チーズケーキではあるんですけど、結構プリンの味にも近い感じでした。特にイチジクはつぶつぶ感と滑らかさがすごく調和し合っていて、とても美味しかったです。お土産にすれば喜ばれること間違いなしなケーキです。セット商品などもあったので、気になる方はぜひホームページをご覧ください。概要欄に貼っておきます。いかがだったでしょうか。福岡でしか食べることのできないチーズケーキ、ぜひ味わいに足を運んでみてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございました。